バートンスノーボードは1977年、ジェイク・バートンによって設立されたスノーボード用品の製造販売会社。本社はアメリカ合衆国バーモント州ーバーリントン。画期的なプロダクトライン、リゾートに対するスノーボードの認知を促す草の根的努力、そしてトップレベルのスノーボーダーを集めたチームなどにより、世界中でスノーボーディングの成長を加速させてきている。 トリノオリンピック男子ハーフパイプ金メダリストのショーン・ホワイト女子ハーフパイプ金メダリストのハンナ・テッターラが所属している。バートン・ヨーロピアン・オープン2008スロープスタイルまた世界最大のスノーボードイベントでもあるバートングローバル・オープンシリーズを企画運営しておりニュージーランド・オープン、オーストラリア・オープン、ユーロ・オープン、カナダ・オープン、アジア・オープン、 US オープンとそれぞれのオープンイベントを通して、男女のグローバルスノーボードチャンピオンを決定している。2015年現在は、スロープスタイル、ハーフパイプの大会の US オープン、ユーロオープン、ハイファイブス、や、マウンテンフェスティバル、レールデイズ、パーティーイン・ユア・パーク2008から2009年シリーズのチャンピオンは、男子が、チャズ・ガルデモンド、女子が、ジェイミー・アンダーソン、 それぞれ10万ドルを獲得した。ガオラで一部試合が放送されている。世界各国で初心者用のレンタルとスクールプログラムとして LTR を設置。7割以上の初心者が90分のスクールレッスンで連続ターンと停止ができるようになる。日本の東京都渋谷区、オーストリアのインスブルック、カリフォルニア、オーストラリアにそれぞれ支社を展開している。二千六年十月には、 原宿に日本初の直営店をオープンさせた。さらに2014年9月には長野県長野市にも直営店をオープンさせた。スノーボード用品のほか、スーツケースやバッグなども生産しており、アウトドア用品メーカーとしても知られている。ありがとうございます。